つも大変お世話になっております古美術吉戸の吉戸です。本日はションズイの蓋置き、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ションズイっていうのは中国明の時代の末期数定年間頃に慶徳鎮陽で創成された準官窯ともいえる、その官窯と民窯の間ぐらいのクオリティで、あの民間にその販売する中ではトップクオリティで制作された作品の一群だというふうに言われておりまして、日本の茶人からの特別注文を受けた慶徳鎮陽がそれオートクチュールで作ったというものになっておりまして、それゆえに全部日本に輸出されたので、本国中国本国には一個も残ってないという、その失敗してね、この物腹から出てきたものはいくつかあるんだけども、それですらも極めて数が少ないと言われる完全受注生産の特別作品というふうに聞いております。そしてその作品はですね、明の末期の数定年間ぐらいに作られて、それ以降ですね、清の前期ぐらいまではずっと作られてたんですね。乾隆年間ぐらいまでは作られていたという風に聞きまして、それでその中国においてはですね、その明と清の交代動乱期があったんだけど、日本におかれましてはですね、大体ずっとあの江戸時代なんですよ。江戸初期から江戸前期ぐらいまでの1600年1700年っていうことになってますので、その中国はあの勝手に王朝が交換したけど、日本は江戸時代なのでずっとその注文を出し続けてた、慶徳鎮に対してね。だけど向こうは勝手に戦争していろいろ慶徳鎮がこう壊れたりなんだりしてるので、その数定年間に作られたような本ションズイのようなクオリティが出せなくて、明の、末期が終わって清の頭、清の前期ぐらいまでそのションズイスタイルで受注に応じたんだけど、土が変わったり顔料が変わったりとか、清になるとね、その国産呉須に切り替わるんですね、その生産システムが。やっぱり多分この西からの輸入が途絶えて、フイフイチンっていうもののこのルートがなくなってしまったのと、あといい国産呉須がなんかこうね、中国本土からも出たよという部分でですね、であと土もですね、ちょっと明のその一番いい土とその清のね土ってまたちょっと変わってくるんですよ。そのどっちがいいかって、日本人好みで言うと明の土とかがちょっと味があってよかったんだけど、中国人からしたらですね、白くてもっとこう澄んだこう透明な感じの扱いやすい土っていうのが出たので、清の時代になると呉須も違うし土も変わってくるので、同じようなスタイルでションズイを作ったとしてもちょっと変わってくるんですね。でそれを日本人は新渡りだとかですね、このちょっとションズイでという南京ションズイ、それはちょっとこう粗雑なものを言うんですけども、まあ、そういったふうに呼び分けをしているんだけど、多分中国人の慶徳鎮の人たちとしては同じくションズイをずっと作り続けたつもりだと思うんです。レベルがちょっと下がってきたりとかはするんだけども、でその中でこれは非常にいいションズイ、本ションズイと言って過言ではないと思います。ですから何を見てそう言うかというと、やっぱりその器自体の形の端正さ、正確さ、精緻さ、非常にねアシンメトリーで、本当に竹の節のような形を、その断面、上と下のね断面を見ても分かる通り、本当に竹の節をやったんじゃないかっていうような素晴らしい、形の良さがあるんですね。そして呉須のこのパープルブルーともいえるですね、その紫がかった美しい青が非常に鮮やかでありまして、そして白い部分、白い素地の部分っていうのは非常に白く、青い部分は非常に青々しいと、これが非常にいい焼成、非常にいい呉須の証でありますし、そのつけられた絵付けっていうのも、もう非常に各々ションズイらしい文様が散りばめられておりまして、この空間をこのようにこのアシンメトリーかつフリーハンドで自由にこの埋め尽くす、この技術とこのセンスの構図のね巧みさっていうのは本当に素晴らしい。もう卓越したもんだなというふうに感動しました。ちょっとやそっとね、そんじょそこらの人ではつけられない絵付けなので、多分絵付け師、その焼き物を焼く人と別に絵をつけた人っていうのが当然いるというふうに考えられます。そして全体が青の方が勝ってますよね。遠くから見ても白より青が勝ってるので、それがションズイの特徴でですね、その白より青が勝ってればションズイで、青より白が多ければ細めつけっていうふうにも一つね捉えることができます。でもちろんその白が勝ってるションズイもたまにはあるんだけど、でもやっぱりね、だいたい9割以上はそのションズイと呼ばれるものっていうのはだいたい青ですね。遠くから見て青の方が全然、ゴスの部分の方が全然多いっていうふうになっておりまして、本作品もご多分に漏れず青が印象的な作品だというふうに見ていただけると思います。
で一つ一つのね窓絵から何からすごく細かくですねこのにじみがあってですねこの不純物がいっぱいあるその明の時代の特徴的なこの呉須をこれだけ巧みに取り扱ってですね非常にうまく絵付けをしているというのは非常に感動的でございます。色がいい、焼きがいい、そして形がいい、そしてあの絵がいいと、この、ね、いろんな良い部分がある素晴らしい本尊髄だと思っております。もしこれがね例えば水差しであったりだとか手鉢だったらそれこそもう数千万円とか当然軽くしてくるので、私では取り扱えないので、本当この小さいね蓋置きっていう部分、あと例えば香合とかもそうなんですけど、香合とか蓋置きであればなんとかねそのそうですね 3.5 流ぐらいの私のような弱小ディーラーでもなんとか取り扱わせていただけるような価格帯に落ち着いてきてますので、なんとかねやり過ごせるなということで、今回ギリギリかろうじて取り扱うことができたので非常に嬉しく思っております。命拾いしたなと。これが大きかったら君買えないよっていうふうにね先輩言われましたから、それはそうなんですよね。手鉢とか水差しだったらもし交換会に出てもそれこそ一流のお茶道具屋さんがもう数千万で競り合ってですね、私なんかは買えないものなので、これぐらい小さくても山椒小粒でもピリリと辛いと言われるね、言っても過言ではないような、その大きさ小ささ、大きさとかね小さに関わらずクオリティが高い尊髄、しかも蓋置きを尊髄の蓋置きを扱ったのは私初めてなんでですね、非常に嬉しい。お皿とか香合とかですね、そういったいろんなものっていうものはとっくりとかね、その羽根家とかはいろいろやったことあるんだけども、その蓋置きは初めてだったので非常に嬉しい、やったなと。また一つ良かった、尊髄の茶碗もね実は私やったことあるんですけども、だからそういう意味でね、いろんな尊髄がありますけど、大体お茶絡みのやつがね多いということなんですけども、本作品は素晴らしい本尊髄、明の時代の数千年間頃に焼かれたと言って間違いではないんじゃないかと思います。やっぱり本当に本尊髄、素晴らしい尊髄っていうのはちょっとレベルが違いますよね。清のね初期から前期まで焼かれてたんだけど、そういったものはそういったものでまた素晴らしい良さとかね、美しさとか楽しさとかあるんだけども、本当にちょっと頭一個抜けたレベルが違う。その特徴としてはやっぱり紫がかった呉須の青みだとか、その土のねこの土とかあと形のシャープさとか、土のねごま土って言うんだけど、ごま土にもいろんな種類があって、ごまじゃない土も明の時代にあるし、その一概には言えない。そのお約束、そのね尊髄の方に書かれているお約束が全て揃ってなければ本尊髄と言わないってわけでもなくってですね、やっぱり私が思うに一番大事なのは呉須の紫さというか、呉須の鮮やかさ、あと絵付けのそのうまさ、あともちろん土ね、土もその秦の土と明の土ってまた違うし、明でも明でちょっと違うし、あと始末ね、この細部その際の部分とかその底の部分とかのその始末って何て言ってですか、形作りのその精緻さとか、例えば釉の際のね釉の拭き取り方とかもやっぱりすっごい丁寧に丹精に技術を感じるような拭き取り方だったりとか、細部にね、美はやっぱ細部に宿る部分があるので、そういったもの全てが揃ってるものを持って本当の尊髄、本尊髄というか一流尊髄ね、名門尊髄というか、その尊髄も本当ピンキリなんですよ。確かにこれも尊髄だけどっていうのもあるし、これはもうグーの音も出ないもうスーパー尊髄だねっていう尊髄もあるし、ああはいはいはい、これも尊髄だよねみたいなのもあるし、その尊髄でもあるし、南京でもあるし、なんていうの、尊髄風もあるし、ややこしい、どこからどこまでを尊髄というかっていう話なんですよね。非常に難しい。それは人それぞれその基準があると思うんですけど、まあ何て言うのかな、ただやっぱりさっきも言いました通り、ね、形とかコスとかね、その素地とかいろんな仕事のねこの丁寧さとか、そういったもので尊髄の良し悪しっていうものをまあ見ていけばいいのかなというふうに感じておりまして、その点でこの作品は小さい作品で、例えば手記とかね、そういうものお茶碗とかいろんなものに使えない、ただ蓋置きとして用途が限定されるとはいえ、すごい素晴らしい尊髄のこの鑑賞に耐えうる素晴らしい作品だというふうに感動いたしました。でやっぱりね、一流の素晴らしい、もう誰もが知るようなお茶道具屋さんの方から分けていただいたんですけども、さすがだなというふうに、さすがやっぱり
すごい人はすごいなって、すごい尊敬するようなね、先輩からこのようなお道具を分けていただけて、私もしっかりとね、勉強させていただいて、薫陶を受けて、またね、次の世代にどん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 こう橋渡しをしていくということが果たせたんじゃないかということで感動しました。やっぱりね、基本的にね、いい作品っていうのはいいところにしかないんでですね、やっぱりもう正当な、いいものがあるところに行くっていうことが大事なのかなと思いましたね。もちろん高いっていうか、安くはないですよ、それは。うん。それこそ、掘り出し物とかを探せばね、もっと安いところに行くんだろうけど、ないですよ。1万点見ても1個あるかないかだから、そんなとこに行っても、そうすると、9999個がほとんどダメなものとか、あんま良くないものばっかり見てると、目と時間の無駄なので、やっぱりもう最初から、いいところ、絶対ここはいいものがあるよねっていう場所、アートフェアでもそのお店でも行って、もうなんとかその中で自分が買えるもの、安いものとかを一生懸命探した方が率がいい、打率として、だって10分の10いいものがあるわけじゃないですか。あと値段だけの問題なんですよ。そのものはもちろんいいさと、で自分が欲しいかどうか、あと値段がなんとかなるかどうか、だいたい何ともならないんですよ、ね、値段が結局その、まあ、高いじゃないですか、当然。だから買えないから指を加えて買えるんだけども、100個見てたら1個ぐらいで、ね、なんかねギリ買えるのがあったりするんですよ。そういうのを一生懸命探してやってった方が打率はいいですよね。もともと絶対いいものがあるところに行ってるわけだから。だからもうみんなと一緒ですよ。その私もその特別ななんか裏のねルートで仕入れてるとかなくって、みんなが参加するような一流オークションに行ったりとか、みんなが行ってるようなすごいアートフェアにもう行って、なんとか探してきてるだけなんでですね、何の秘密もノーシークレットでですね、本当に頑張って、ただただ王道なオークションだとか王道な一流のお店に行って頑張って、なんとかねお願いして、かろうじて命からがら一つ二つ分けてもらって、こう頑張ってやってるようなもんなんでですね、そんなに甘くないですよ。安くていいものっていうのがそこら辺に転がってて、いや掘り出しもしてるわけではないんですよね。本当にただ一番なんか有名なところとか一番いいところに行って、その中でなんとかこの私のようなものでも分けていただけるようなものをって言ってですね、こう汗をかきながら恥をかきながら一生懸命なんとか探してきております。でそういったものをせっかく手に入れたのだから、皆さんにも見ていただいて、どこがどういいのか、そして、どういうところに魅力があるのか、そういう古美術のね美しさとか良さっていうのを純粋に分かち合えたらというふうに考えております。ですから本作品の良さっていうのは今言ったようなものでありまして、そういう部分をね見て、今後もションズイというものを捉えていくと、非常にね美しさとか楽しさとか良さっていうのがすごく分かりやすいと思います。本当にいつも見てくださってありがとうございました。本日もありがとうございました。それでは失礼いたします。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。